のナンバグランド花月の楽屋なんですよ、はい、ここは。そうですね。こうなんて言いましょうか、これ開けた瞬間。お疲れ様。どうも山口智です。どうも嫁さくでーす。よいしょー。この二人のオープニングですよ、皆さん。ドッキリですよ、皆さん。ドッキリですね。そうですよ。今回はどんなドッキリをやるのかというと、大阪にいるはずのない嫁サックが楽屋にいたら、カジサックは一体どんなリアクションをするのか、ドッキリここはなんとですね、大阪のなんばグランド花月の楽屋なんですよ、ここは。はい、そうですね。キングコングさんがですね、今 NGK に出てまして、なんばグランド花月、はい、その楽屋を今使わせてもらってるということなんですよ、はい、今さっきまでキングコングさんが漫才やってたんですよ、ここで。今日公演は終わったってことですね。そう、だから西野さんもさっきまではここにいたんですよ。キングコングの楽屋でトンボと嫁サックの2人ですよ初めて入りました。初めてですか。はい。そしてですね、このドッキリをするためだけに東京からわざわざ私やってまいりましたそして嫁サックもお呼び立てしちゃいました、ここに。そうですね。そうなんですよ。本当はかんちゃんの習い事があるので、明日大阪に来る予定だったんです、うん、なんですけど、ですよね、ちょっとトンボさんが来てほしいっていうことだったのですみません、ちょっと一日早く。だからカジサックは今いいですか、ちょっと寄ってきてないですか。寄ってきてます。あのさっき触れなかった腕が触れたなって。なんで寄ってるんだろう。だからカジサックは嫁サックがここにいるはずないと思ってるんですよ。そうですね。この今の状況を説明しましょうか。はい。1時間ぐらい前にですね、この楽屋で安武と偽のサブチャンネルの撮影を行ってるんです、うん、安武ももちろんこのドッキリをやることは知っております。いつもの3人ですね。いつもの3人なんです。だから今現在偽のもうロケを大阪市内で今安武と2人やってる状況なんですね。はい。カジサックは絶対にジャージを着替えにこの楽屋に戻ってきますから、嫁サックがここにいたらカジサックは一体どんなリアクションをするのかというドッキリなんですよ。いいですね。いいでしょ。いいです。どんなリアクションすると思います、ちなみにカジサックは。え、めっちゃびっくりすると思います。そうっすよね。はい。腰もうひっくり返るんじゃないかなだって明日来ると思ってますもんね。そうなんですよ。頑張ってきますよ、本当に。いいですか。ちょっといいですか。頑張って。どうしました。また寄ってますすいません。それでは参りましょう。オーナーシャス。どうも、カジサックです。さあ、今日なんですけども、まあ、小部屋ということで、はい、僕今、大阪にいてるんですけども、はい、安武がね、はい、せっかく大阪いるんやったらサブチャンネル撮りましょうよ、言って。そうですね。しかも、別に俺聞いてないよ。何をやるの？せっかく大阪にいるんで、うん、キングコング。演芸グランドスラムのトップバッターでめちゃくちゃ受けてたコング。そうですね、はい。キングコングさんって大阪出身じゃないですか。そうね。大阪にゆかりの地がいっぱいあると思うんですよ。はい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 、はい。例えば、その、養成所に行かれてたりだったりとか。あ、西野さんがね。はい。それこそ、ナンバーって、今これ、あの、ナンバーグランド花月っていう楽屋にいるんですけど、はい、近くに NSC っていう学校がほんまさにあったから、はい、この辺によう思い出の地あるよ。今回そこを案内していただけないかなと思いまして。見たいかな。僕はめちゃくちゃ見たいんですよ。いや、もうお前のホームビデオや需要はめちゃくちゃあると思うんですよ。あるかな。でもそういうのもまたサブチャンネルならではやったりすると思うから、フラッと行きます。なんか適当にというか、はい、じゃあ、はい、ネタ合わせしてたとことかっていうことじゃないの。 あるんですか、近くに。そらあるよ。絶対ここでやってたとこあったりする。ええー、いいよ、そういうの巡っていくってことね。はい、そういうことです。じゃあ行きましょうか。はい、はい。さあ、というわけで外出てきまして、はい、こちらですね、まあ、ナンバーなんですけども、はい、NSC が、まあ、あっちの方にあって、はい、授業を受けて終わった後すぐに公園に西野と2人で来て、ずっとネタ合わせをしてた。僕もめちゃくちゃ久しぶりに来たこれ、ここ、ここ変わってんのかな。ナンバー千日前か。うわー、全然変わってない。あ、変わってないんですか。全然変わってないな。あの滑り台の感じとかも。いや、滑り台は全然違う。違うんかいじゃあ変わってるじゃないですか。あの時計台、はいはい、あれ昔からは、だから要は20年前なのかな、はい、全く同じやわ。時計台をセンターマイクに立てて漫才の稽古をしてたのよ。もう暗なってもやってたな。もう朝方までやることもあったし、僕らって、まあ、NSC の時って生徒の前で先生がいてネタ見せするしか、はい、ネタをするところがなかったんですけど、はい、ベース吉本っていう劇場があったんですけど、そこら辺に当時すごい劇場のファンの方、中高生とかがたくさんいたの、はい、出待ちとか入り待ちとかしてる子たち、はい、その人たちに、まあ、僕らのことなんか1ミリも知らないね、うん、在学中ですから、はい、声かけて、はい、ちょっとネタ見てくれませんか言って、はい、公演に来てもらって、はい、ネタ見せしたの。むっちゃやってたで、それ。あ、そうなんですね。何人
のファンの子をここに連れ込んだか、言い方大勢じゃなくて大体2人とかやったね、はい、グループの子たちちょっと来てくれへんネタ見て言って、懐かしいな。それっていつ頃ぐらいまでやられてたんですか？在学中半年ぐらいかな。あ、今は多分もう禁止になってると思うんだけど、当時ここはもう名物やってん、はい、NSC 在学生もそうだし、うん、他のプロの芸人さんとかもここでみんなネタ設定だし、まあ、確かにめちゃくちゃ近いですもんね。めっちゃ近い、もうすぐそこやからね、うん、NSC が、はい、懐かしいねさあ嫁サック、はい、どのように待ち構えるか決めましょうか。今からそうですね、場所をどこ、そうなんですよ、どうしましょうね。ここ楽屋ですからね。これ見てください、キングコングも専用楽屋なんですよ。すごい、なんかこの文字がやっぱりなんか違いますね。やっぱちょっとやっぱナンバーグランド花月って感じします。見てくださいこれ、あ、キングコング2人並べてスーツ置いてるんですね。かわいいですね。かわいいですね、これなんかサイズ感の違いとかが分かっていいですね。これ手前がカジサックの方、これがカジサックの方か、あ、梶原さんの方、梶原さんの方ですね。はい、見てください、めっちゃかわいいんですけど、この靴が並んでるのかわいくないですか。これはこういうデザイン違いなんですね。何これ、どっちがどっちですかね。ちなみにこのちょっと丸っこいのがカジサックですかね。あ、丸っこいの、あ、それっぽいですね。写真撮っていいですか。写真撮るんですね、はい、あ、インスタグラム用で。そうですね、はい、どんだけ仲いいんすかこれ。決めてんのかな、2人でネタ終わったら靴並べようねとかって話してんすかね。小学生じゃないですか。そうだって、スーツもわざわざこうやって、これこっちね。そしてですね、はい、今回はですね、あちら、はい、あれです、いつものやつですね。そうですよ、高性能のガックスカメラ、はい、こちらの方で、カジサックのリアクションを撮るということでございますよ、はい、じゃあどこ、どうしましょう、どの辺がいい、この辺が、この辺、あ、この辺に座ってみます。そうですね、高性能隠しカメラでもちゃんと映りますね。はい、これもう開けたらもうすぐガンですもんね。いくらこきますじゃあ場所は大体じゃあこの辺で行きましょうかね。はい、オッケー、わかりました。さあというわけで続いてはですね、もともと僕らがデビューしてから舞台に立っていたベース吉本っていうところなんですけど、はい、今違うのよね。 NMB 68さんの劇場になったの。まあ、今もすごい人がね、はい、結構一瞬結構人がいらっしゃるんですけど、そうですね、はい、でも当時なんかで言うから、はい、すごかったな、ここなんかもう人で埋め尽くされてたの、はい、この階段が天井だね、懐かしいな、俺も久々にさ、結構奥まであるんですけど、そう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 、ここ覚えてるのがね、めっちゃ覚えてるのがあって、はい、芸人さんって終わったらここから上がってくるんです、はい、で出待ちの子たちがいるみたいなことなんですけど、はい、当時キングコングがこうすげえ嫌われてる時期ですごいアンチの人たちが多かった。この階段上がってる最中に、はい、この上から唾かけられたでしょうか。マジやで、ここからペッペッペッって、え、女性の方とかですか、ファンの女性、怖いやろ、怖、そんな時期経てんのよ、キングコングも。懐かしいな、こうやって見るとな、ほんまに。あ、そうだ、はい、ちょっと今から電話しちゃいません。そうですね、はい、東京からっていう、東京からということでちょっとだから、はいはい、なんか用事あります、明日迎えに来れるって聞いてみましょうか。いいっすね、いいっすね、はい、ちょっとかけましょう、かけましょう、はい、大阪っぽいね。いや、いいですね、いいな、こういうちょっと下町っぽいところもあるね。みっこから電話があった。え、もしもし、あ、どうした、今大丈夫、今ちょっとサブちゃん撮ってて、あー、ごめんごめん、あ、別にあの緩い感じやから全然大丈夫。あ、ほんと、うん、あ、明日さ、あの、うん、行くじゃん、明日、あ、うんうん、着いた時に迎えに来てくれたりするかなと思って。あ、全然行くよ。あ、ほんと、何時やったっけ、夕方ぐらいだっけ、夕方ぐらい、大丈夫大丈夫大丈夫、分かった、多分お兄の車で一緒に行けると思う、うん、あ、ほんと、うん、よかった、ありがとう、はい、うん、はいはい、はいはい、気をつけて、うん、はいはい、言ってましたね何の疑いも思ってなかったっすね。明日、迎えに来てくれるって言ってましたね。完全に東京にいると思ってますね、はい、普通に喋ってもったわスピーカーにしたかったか、あ、そうっすね、いやでも、何もたわいもない電話やったから。あ、そうなんですか。全然全然、ちょっとたこ焼き屋行こうかな。じゃあ結構いっぱいたこ焼き屋さんがあるんですけど、はい、ほんま NSC 終わった後にネタ合わせしてちょっと腹減ったなとか言うて、はい、よく行ってたたこ焼き屋さんがそこにあるんですよ。え、言うてるまですよ、たこ焼き屋さん、はい、ここにね、懐かしいたこ焼きコイン言うてね、これですか、あれ閉まってる
ほら、だからちょっとこれ、はい、サブちゃんやから緩くやりすぎたんやって事前調べたらよかったやん、閉まってるやん、しょっちゅう来てた。で、ここの店長さんがすっごい優しくて、はい、もう言うてもお金ないやん、はい、一人一個ずつたこ焼き買うて、なんやったら中でもネタ合わせしながらとか、たこ焼き一個で5時間おったりとかしてて、でも店長はそれを君ら頑張ってるからええよ言って許してくれたりとかして、めっちゃいい人やってん。美味しいよここも。ちょっと見たかったっすけどね。いや見たかった、俺も会いたかった店長食べたかった何これまあ今日はまあサブちゃんで今ゆるくやろうって言ってたんでね、はい、需要あるかなこれ。やりますよ。大丈夫、はい、実際サブチャンネル載せるんでコメント欄ください。評判良かったら何ぼ言うてもあるから。次もしやるんやったら西野の地元の川西とか行く。わいいですね。兵庫県のずっとネタ合わせしてたバスケットコートがあんのよ。わ行きたい。そういうとことか行ってもいいかもね、はい、じゃあぜひあのコメント欄でください。もし需要があったらやりたいなと思いますんで、はい、終わりさあ、ヨネサック、はい、もう間もなく来るんで、もうじゃあ座ってもらって、いいこうなんて言いましょうか、これ開けた瞬間お疲れ様ナチュラルで、ね、あ、いいですね。あ、それ一番いいかもしれない。はい、果たしてじゃあカイサックはどんなリアクションするのか、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあ僕は出ちゃいますんで、はい、このままの状態で、はい、もう次入ってくるのはカジサックですから、はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、失礼します。学園の中とりあえず入れましょうかそう、ほんまにパニック黒目がいつもよりなんでと思う何なの笑うてんの失礼しますからちょ、なんなんマジで。ちょ、いったこれもドッキリちょっとお前ちょっと、いや、いい顔してんな。なんでおんの二人今回の内容はですね、はいはいはい、大阪にいるはずのない嫁サックが楽屋にいたらカジサックはどんなリアクションをするのかというドッキリでございましためっちゃびっくりした一瞬知らんのおるって誰やお前みたいないやお前なめっちゃ怖いで正面向いてなので僕もこのためだけに来ております。マジで、はい、で予想してたの。もちろん僕も知ってましたし一番の協力者ですよ。そうですよ、はい、じゃないと成立しないんで、はい、そうです、そうです。小部屋はあれじゃあれ嘘です嘘です。いや俺さ頑張ったぞ3カ所ぐらい行ったよな。そうですね。あれ嘘ってこと。あれ嘘です。いやもうええやん、あれはあれで流したらええやん。じゃあそうね。なんやそして嫁サックもわざわざこのために一日巻きで来てました。明日で俺電話したでさ。ええよ。いやちょっと待って。めっちゃおもろかったさ。電話もおもろかったっすわ。素で。じゃあお前言うといてくれんかな。じゃあどういうこと。ほんま今びっくりしたわ。でも俺一日早く会えて嬉しい。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。